名言劇場と申します河野大臣が女系天皇容認派ですが総理になったら実現するでしょうかまた実現しなくても結婚後も皇室に残れる制度くらいなら実現可能と思われますか、えっと、時間の問題で女系天皇になるのでさっさと女系天皇にしちゃえばいいんじゃないかと思いますけどね。 あのそのまあ昔の天皇制っていうのは側室っていう奥さんがいっぱいいたりしてなのでその子供をあのいまあ1人当たりその5人とか6人とか作ってその中に男の子がいるからじゃあこの男の子は天皇ねみたいなことができたんですけどあの今の,その西洋的な一夫一夫制の中で男の子が生まれる確率ってめっちゃ低いんですよ。 では例えばあの2人産んだとしてようやく男の子が生まれる確率、まあ、その1人産んだ場合って50%で男の子女の子じゃないですかで2人産んだ場合でも75かな,なんかそんな感じであの要は男の子が必ず生まれる確率ってだいぶ低いんですよね100%にしようとするとなんか結構な人数生まなきゃいけないと思うんですけどで今時そんなに子供生まれないじゃないですか。 なのであのどう考えてもその女系天皇にしないと天皇系ってそのあの天皇の出自って終わっちゃうんですよ。なのでこれってあの別にあのそのなんかすげえなんかあの性欲の強い天皇が今回現れてなんか一人20人とかこう作ってでも女の人がね10人以上産めないと思うんですけど。 あのインドの,あのタージマハールっていうあの有名な大理石で出きてるあのまあ寺院があるんですけどであれがあのムムターさんっていう人の,あの死体が埋まってるんですけどそのムムターさんっていうのがそのあのマハラジャがすごい好きだった奥さんででめちゃめちゃ好きだから戦争とかにも連れてって確かね13人かなんか子供も産まされたんですよね。 その大好きだからどこでも連れていくしどこでも連れていくからま子供も作っちゃうんですけどでバンバン生まれるんだけど生まれたすぐあとでもまた子供作らされるっていうのでなんかその13人作ってなんか若いうちに亡くなったみたいなのがあってやっぱねあの男性は何人でも作れるんですけど女性はねやっぱ10人とか作れないと思うんですよね。なのでその結局側室制度っていう形で奥さんいっぱい回すっていうのにするか女系天皇にするかっていうのもう二択だと思うんですよ。 でそれができないのであればもう天皇制なくすしかなないいんじゃないですかなのであの、まあそのまそ今の時代に側室っていうのはちょっとなかなか難しいと思うのでなのでああのまあ、結局女系天皇にするぐらいしか天皇制を続ける方法ないんじゃないかなと思ってるのでなので合理的に考えたら女系天皇だよねっていう意味で僕は河野大臣が言ってるのは当然なんじゃないかなと思いますけど逆にその女系天皇がダメですよって言ってて天皇制を続けたいですって言ってる人でバカ以外にいます。 あのその頭の悪い人でその女系天皇反対で天皇制維持って言ってる人が見かけるんですよ。要はのの男の子がその生まれる確率とか全然考えない頭の悪い人っていうような人がいてだからそういうバカが言ってるの分かるんですけどそのちゃんと頭の回る人でその天皇制を維持してて女系天皇を維持すべきってその女系天皇ダメだって言ってる人が今ちょっとあの存在するのかどうか分かんないのでもし存在するんだったらちょっとその人の話を聞いてみたいです。